B. ブラウンは、ドイツのメルズンエンシに本部を持つ、医療関連製品の製造、販売を行っている、企業グループである。2018年現在、64カ国を超える国に、死者、支店を持ち、全従業員は、約6万3700人。年間総売上高は69億ユーロ。1839年、ジュリウス・ビルヘルム・ブラウンが、 ドイツのメルズンエン市にあったローゼンアプティカという名の小さな薬局を買収し会社を設立した。1867年、ベルンハルト・ブラウンが社名を B ブラウンとして登記した。1893年本部から見て海外にあたるニューヨーク、ロンドン、パリなどに販売拠点を置いた。1908年から1960年代、手術用縫合糸の製造。 有液製剤製造、外科手術用電気モータ開発、ディスポーザブル有液システム製造、プラスチック製蒸脈粒地針、り、開発、空気圧モータ開発などを行った。1968年、人乾燥鉱膜、ライオデュラの製造、販売を開始。1992年フランスのバイトロルファーマ社を、買収。1997年米国のマクウ社を買収。 2018年現在、B ブラウンエスクラップ株式会社という日本法人があり、東京の本郷に本部を栃木県栃木市に工場を持つ。従業員は700名規模である。とうとう1968年以来、B ブラウンは頭部手術の際の本郷に使用する人乾燥鉱膜、ライオデューラを製造、販売していたが、この製品を移植された。 多数の患者らが遺言性によるクロイツフェルトヤコブ病に感染するという事件が起きた。ビーブラウンは硬膜調達にあたり、どのような病気で死んだ人のものでもあろうと構わないと、みなし、利益を大きくし材料費を安く済ますために、裏取引をしてでも、死体を調達し硬膜を採取していたという。また、多くの遺体から採取した硬膜を混ぜてため、一度に、 最大600枚もの項膜を混合処理していたという。日本では1970年代に医療器具として輸入販売が承認された。その後1980年代にはアメリカ食品医薬品局からライオデュラの一部製品の廃棄勧告を受けたり、カナダ保健省から一部製品の使用中止等の勧告を受ける。それらの国で措置をとり、B ブラウン社内においても、 同製品は人体には悪影響があるという認識が確かに生まれていたにもかかわらず、日本においては廃棄などの必要な措置を取らず、同社輸入販売元である日本 BESS は従来製品は人に危害を加える可能性が高いと重々承知の上で平然と販売し続けた。1997年3月末に世界保健機関が 人工硬膜で代替できることから、高リスクである人乾燥硬膜の使用を加盟国に向けて使用停止するよう勧告し、厚生省が使用停止の緊急安全性情報を発信する1997年4月上旬まで被害者を増やしたとされている。日本では1997年にリオフィライズドデュラの移植を受けて、 CJD を発症した患者や死亡した遺族が訴訟団を結成し、製造元である B ・ブラウン、輸入販売元である日本 B ・ SS ・ FDA での使用停止勧告後も承認を取り下げなかった厚生省を相手取り、損害賠償訴訟を提起した。2002年までにおおむね原告の主張が認められる判決が下され、医薬品以外の薬害事例となっている。 なお、チュトブラストデュラについては、日本国内においては、発症事例が報告されていない。当時から人由来の材料を製造する場合は、様々な措置を講じるべきだということが、医学的に知られていたにもかかわらず、必要な措置を取らず大きな感染被害を作り出してしまった。より具体的には、同社は、人の死体から硬膜を採取し乾燥させるアイオデュラを、 製造していたのだが、そのような場合、ドナーの病歴などの情報をしっかりと管理し、不適切な遺体は用いないことで、病気の原因になり得る要素はできる限り、取り除くべきであることや、採取した硬膜は混ぜたりせず、ドナーごとに個別に扱うことによって、感染被害の拡大を防止する措置を講じておくべきこと、また適切な滅菌処理などの病原因子の不活化処理を行うべきことは、 当時から医学的な知識として知られていた。にもかかわらず、同社はそれらの手順、措置をないがしろにした人乾燥項膜を製造し、結果として多くの感染者を生み出してしまった。http://www.bbaj.jp:/campany/.group.html:// 薬害コブ病問題の早期全面解決を求める。 アピール薬害コブ病大津訴訟弁護団薬害コブ病訴訟の到達点と課題平成13年11月14日東京地方裁判所民事第18部和解に関する所見平成13年11月14日東京地方裁判所民事第18部和解に関する所見平成13年11月14日東京地方裁判所民事第18部 和解に関する所見平成13年11月14日東京地方裁判所民事第18部和解に関する所見ありがとうございます